ほとんどのピックボードちゃんとしてますけど、はい、中にはこういう本当変な人が出てくる。まあ確かに後半の工事チャンネルではモネちゃんと野球拳するから、はい、モネちゃんと野球拳があるんで、はい、みんな見てね、モネちゃんをすっぱだかに、いそれあれですよ、あれそれあれですよ、ささやん、ささやん、ちょっとそれはモネちゃんを見なくていいって言ってるみたいなもん。いやいや、あの彼女、亀さんのことは見ていただきたいんですけど、内容、亀さんのこと見てれば多分楽しいんですけど、内容的には多分本当にもう見なくていい。亀さんだけ見てるんです。逆に見たくなるやつで、絶対見るでいいってことは、もう見たなってますやん。いや、見てたんでしょ。だから、いやいや、モネちゃんと俺と、見届けにでしょ。内心があるとそういう、そういう選手のような、汚れてせばいい。いやいやいや、どこに汚れてる。言いたくないんで、ダメです。いや、モネちゃんとフライデー。取られいやもうそういう話は後から聞きます。週刊誌に掲載されたましたけど、どんな気持ちだったんですか。もう神さんがなんかこのね。ああそのアホのフライデーね。盗撮ばっかりしようってね。フライデーされたちょっと一気していいですか。大変だったって思うよね。嫌だよ。どんな気持ちだった？どんな気持ちもないので、泣きながらで分かったよ。かけるか。刺さるな。くらいでみたいな感じで。かけるか。どうしたんだろう。落ち着けまあまあ。これじゃ思えへん。このキャラやで。俺とって何がおもろいで。だってさ、モテてしゃあないでグーッと言うとんのにさ、それをとって何がおもろいかなと思って。お父さんが空手道場してて、親父が DV やったんですね。めっちゃ厳しいんでしょ。冗談ですけど、めっちゃ厳しかった。超厳しかったでしょ。超ボコボコされて、親父が帰ってきた時にやられるって、もうボコボコやられましたよ。相当、本当にすごかったんでしょ。ほんまにボコボコされて、だから俺、まあ、歯とかもめっちゃ折れたし、鼓膜もめっちゃ破られたし。それで打たれ強さが培われたかもしれないな、本当ね。でも負けん気めっちゃつけられましたね。もう負けたらボコボコされたから。今の関係性はどうなの？めっちゃ仲いいですよ。だから、だから、ようキャバクラとかね、飲み屋もかぶったりして、俺の自慢はやっぱめっちゃしてくれてるんで、恥ずかしいからやめろと。それさ、俺そういう経験したことないんだけど、自分のキャバクラに行って親父がいたりとかしたんですよ。どんな空気になるの？親父はもうこんな感じですよ。こんな感じで、おー、弟子みたいな感じで、そういうことね。なあ、俺からしたらもうね、ラスにしちゃった。喧嘩ばっかしてた。喧嘩ばっかっていうか、売られてたっすね。だから、暴走族とかから自分の中学に来たりしてましたからね、工事と踊るから。それぐらいの年齢のやつらにも狙われてたっすね。それって何年どうなの？天心、かける以外、誰かいますか？こいつは…ファイヤー広志とった。クラッシュ、いや違うですね、あの人ね、ちょっと時代が踏んでね、 J ネットっていう団体のチャンピオンだったね。じゃあ、コジ選手がまだ、大阪にいた頃やった。そうですね、俺がね、もう一番強いと思ったのはその人ですね。何が強い？俺ね、その人に KO 負けしてんですよ。あ、そう。キャリアの中で。そう、それが一番強かった。でもそれってなんかもうプロか、プロじゃないかよう分からん試合ですけど、でも一番もうメモられた。俺が今までで一番エグかったパンチはあの人ですかね。あとスタウルスっていうちびっこいチンジクリンがおるんですけど、そのチンジクリンね、K1 の外人ね、その二人が強かった。わあ、マジで強かったですね。その中で、まあ、一番強いと感じた相手は誰？いやー、みんな良かったですね。っていうのは冗談で、誰かな、いやみんなやっぱ強かったですけど、やっぱここはやっぱタケルちゃんさ、まあそれ言ってたもんね、タケポンがね。見て、マスクは天使のどう？うまい、早い、もう何どこにおるか分からない、みんな、あ、でもね、あれはあったら作戦的には手を出さないっていうのはあったんですよ。圧倒的にカウンターうまいじゃないですか。あれ、無駄に手を出したら殴られるから。でもそれを詰めて体力を詰めて詰めて体力を削って、どこかで打ち合いたい。でもそのどこかを作れなかったのは、まあ俺の実力不足ですけど、まあ強いっていう言葉は当てはまらないですね。ほんまうまい。うまいって言いますよね。あの子が、
打ち合うっていう、打ち合ったら他の選手とね、うん、俺ともそうですけど、打ち合ったらまた違う結果が出る、うん、でも、まあ、メイウェザーと一緒で、メイウェザーも絶対自分の土俵で戦うじゃないですか、うん、と一緒で、まあ、天心も自分の土俵で戦うから、うん、あのうまさというか、この連勝記憶が残るんやな、うん、だから、まあ、あの子に勝とうと思ったら打ち合うしかないですよね、うん、打ち合い、打ち合いの場面にどんだけ持っていけるか、持っていけるかさ、うん、でもそれを持っていくのはまあ難しいですね、まあ、でもあのスピードはね、本当にね、だってね、うん、アホのアンチどもね、もっと手出せや、殴れや言うんですけどね、折れへんにも前に、うん、そうそうそう、どないして殴んねんけどね、打った瞬間にもう、向こう陣が打ち返そうするといなくなった、折れへん、うん、ほんでも